着飾っていく必要ないよと、その方がもっとフランクに話ができるんじゃないかなっていうふうに思ってるだけの話だよね、ただあんなピッチリしたね胸もないのにこんなにほらありそうな胸はありますねきっとありそうな格好とかさ、胸をポリ出してね、一番最初会った時なんか胸半分をポリ出してるからさ、あのねえ、わざわざそのこんなことする必要ないよと、ね、お金にもなんないのに、はい、金になる時だけそれやんなさいと、あとはもう本当に普通の洋服着てればいいんじゃないですかって話して、ただ普通の洋服はこれなのよ、普通の洋服持ってないですね俺困ったもん、ね、いつもこうなんかね、バストを強調した、普通にシャツを着てても胸こうボタンがはち切れそうな感じで、そうなんですねだからね、そんな服しかなかったらそうじゃないなんかをねもっと着て歩けば本当はこういうあの洋服着た時に目立つわけじゃないですか。こちらの洋服着るとマタニティドレスみたいになっちゃうんですよ。ああ胸からね、そうそうこうなっちゃって、ね、そういうの流行ってない最近、よくわかんないですけど、いや俺はよくわからないんだけど、そもそも太ってみる、太ってんだそれも太ってるんですか、ハイミさん。野田会長的には太ってる。いやだって全体的にこれグラビア撮った時にこれただのデブじゃんって俺よく言うんですけどね、ひどいこと言いますね、でもっと絞った方がいいと、いや絞る必要ないんですけど、なんていうのかなデブに見えないような洋服着てくれるんで、あの洋服って体型に合わせるんじゃなくてシルエットで着るって俺教えてもらったことあるんだよ、だからあるはずなのよ、何もそんなピターッとピターッとしたのね、で窓からパーッと開いたのに女はさ、まあ、サイン会やった時はあれはあれでいいけど、普段さね、まあね、野田さんといえば、大女優石田恵美さん、スレンダーな、それのもともとマネージャーは若い頃やられてたんですよね。その前が夏木マリさん、夏木マリさんなんかついたタレントみんな胸でかいんですよ、石田恵美さん、この方はファッションですごく素晴らしくて、ちょうど歌から女優になろうとして時に使わせてもらったと、それで結婚してこのリタイアするっておっしゃったから、これも辞めようと思って辞めたら津川さんに誘われて、うちの女房やってくれる、うちの女房またボインだったっていう、ボインという言葉の 11PM の浅岡由紀さんですよね、もう天才だったけどね、もともと石田恵美さんとか鍋プロとかそういうの、そう、もう王道ですよね芸能界のね、だから基本的にやっぱりそういったところでそういう怖いタレントにつかされて、その右も左も分かんない時にいきなり明日からやれってこうでしょ、明日からもう売れっ子のそういう、そう、ね、だって僕あゆみさんについてた話を昔聞いて、社長がねやっぱりね、俺はねあゆみさんやってたんだよっつって、社長だから今胸の大きな子やってるんですかとか聞いたことがありますよね。いやだ本当にね、最初始めた頃なんてそんな人さらさらそんなところで見てないんだから、写真こんなちっちゃい写真一枚で見てるから胸も何も頭じゃないですよ、顔で選んでたから、顔でね、であと話してみてその頭の構造、あんまりパープリンだとちょっとつらいなとかね、あの親がうるさいなっていうのも嫌だったし、つい最近もありましたけどね、ちょっと可愛らしいんだけど頭の構造がおかしくて、親もちょっとアッパラパーだなっていうふうに思って、まあね、要するに事務所入ったらすぐ仕事が入ると思ってる子いるじゃないですか、特に若い子たちそうなんですよ、こういうものがあるからね、で我々そんなに簡単に仕事取れないじゃないですか、この子だってほらいろいろ回ってはいるけど、やっとこさこういう名前と顔が一致し始めて、でこのここに電話、あのなんだダイレクトメールとかあれ、DM ですね、DM ね、おいおいやり方分からないかと教えて、そういうのでお仕事入って、でいちいち俺のところへどうしましょうかって来るんだけど、そんなもん来て内容分かってるんだから全部自分で動いてくれ、いちいち俺たちが行って、例えば今日でもオーディション行った必ず俺は邪魔にされるのよ、もううざっといなと思われちゃう、だから自分で言って話して決めた方がいいよ、オーディションなんか特にそう、コマーシャルのオーディションなんて俺ついていったらみんな嫌な顔する、有名ですからね、そうですね、うちの会社来てもね、こ う, うちのデスククラスはもう、あ野田さんだみたいな感じです、だから
私マネージャーとして言ってるんだけど、僕はそうは思ってくれないから、残念だけどね。だって有名ですから自分ちのタレントも喋るんで、俺が一番詳しいから喋るじゃないですか。あとは担当マネージャーはなんて言うから、まあ、しゃあないなっていう、そういう時代なんだろうなって思ってね。確かにでも吉本に行った時は、8年間マネージャーさんって絶対現場に来なかったんですよ。はい、そういうのに結構慣れてて、野田会長っていつでもいらっしゃるんですよ。打ち合わせでも何度も衣装合わせでも全部いらっしゃってくださるので、すごいと思って、衣装合わせはやっぱりね、あの下手なもん着せられちゃ困るし、はい、打ち合わせも本人がやるわけだって一応理解しとかなきゃいけないし、ゆっくり口出すわけでも何でもなし、この写真の時もはいどうぞどうぞっていうね、なぜならば後で選べるから、全てにおいて、こういうものはだからあの見ながら あんまり細かいこと言う必要ないんじゃないのっていうね、で僕らにすると今と本当に、デジタルなんて何年ぐらいデータになってから、15年ぐらい前まで俺はあのフィルムで自分でも写真撮ってたからさ、本当にデジタルになった時ってあれでもカメラマンできんじゃん、僕なんかもね、昔はあの会社からカメラ支給でフィルムを持ってたわけですよ。例えば友達の結婚式の二次会とか行っても撮りまくりで、うちのアルバイトの子に当時ですからテレフォンカードをね、テレビ局からもらったのあげて、悪いけどこれ現像してくれない、で半額ぐらいでまた焼いてというけど、今もう皆さんカメラをね、もうデジカメで簡単に撮れる時代、パソコンにポンと入れたらね、でもうスマホでね、何でも、まあそれはね、新聞もねスマホで読めるし、テレビもスマホで見れちゃう、まあ、あのライブじゃなくてもね YouTube で全部見れるって、そういうものがすごい変わってますよね。それだけじゃちょっと我々タレントをアプローチして売っていくにはちょっと辛いところがあって、あの例えば YouTube からとか何とかからって言って、あの YouTube は出たかもわかんないけど、じゃあこちらのテレビで役に立つ、映画に役に立つ、役者さんがそこから出てきてるかよと、この何年間、誰も出てないですよ。だから名前多少あってこの媒体を使って、なおかつこういう紙でフォローしてもらって、それをこうまとめて順繰り順繰りやなんか、何回も繰り返してやっていって初めて名前が認知されるでしょ。だから今はもっとそれがすごくなってきてると思うんですよ。だってすぐねキャスティングのところ行ったって、フォロワー何いますかなんて、お前さ昨日今日デビューしたやつにフォロワーなんて一人もいるわけねえだろっていう、ってことはその子があの SNS 使って何もやってませんねっていうふうに思われてしまう。谷さん SNS はどうなんですか？インスタが今3万人、TikTok が11万人、全部含めると、YouTube が1万人、1万人全部含めると18万人ぐらい、1万人になった、1万人になりました。いや前ね YouTube 始めた時どうしたらいいかなっていうから、もう適当にね資料とか毎日アップするとか適当なことも、でもね本当にね、あの小枝さんのおかげなんです。小枝さんがこういう企画行ったらいいよっていうの全部やってるので、私まあね、何度見てますから、とにかく毎日やる、ま、毎日その1日1回だけじゃなくて2回3回ってやるっていう、昔ある、アメブロカットが始まった時、中川翔子はね、本当こいつそんな暇あんのかよと1日10回ぐらい上げたのよ、ツイッターとかすごかったですね。だからそのぐらいしつこく上げないとやっぱり認知してもらえない。そうすると1回見た不安が、もうまた更新されてるんじゃないかって見てくれる、その繰り返しだったわけですね。不安の方もそうですけど、そこからまた外に広がるみたいな、ね、そういうことですね、この子一生懸命やってるよと、だから何がどこで引っかかるか分からないから、とにかく始めたら継続する、今ね、まあね、こういう女性の場合はね、インスタが特に、ね、写真であれですけど、一時期こうツイッターっていうのはね古くなったかなと思ったけど、またツイッターがたくさんね、特に宣伝媒体的な意味でね、ツイッターでその写真であったり、ブログとかインスタを更新しましたっていうのがね、また注目というかね、非常に効果があるっていうふうにね、またそうなんですよ。だって、俺インスタも見てるけど、広告しか出てこないんだよね俺なんか、設定してるのか知らないけど、でたまにタレントさん その動向っていうのか、そういうのが出てきてる、まあ、僕はインスタ見て読むだけの人ですけどね、何もその、
何があったとかどうのこうのそこで野田さんからいいねがついて何か書き込んであったら毎投稿いいねしてくださるんですよ。あ、最近ストーリーズも見てくださっ て、すごいまめなんですよ。あのね、本当にあの自分が携わってるこのやつは、はい、まあ、あとは自分が興味のある人たちがどんな動きしてるのかなぐらいは勉強しとかないといけないんですよ、ただ自分ちの子がどう動いてるかぐらいは、はい、これ知っとかなきゃいけないじゃないですか、でやんない子もやれって電話しますしね、で要するにお前たちがどういう勉強してるとか、そんなことまであのちゃんと動画撮ってあるんだったら送れっていうね、僕じゃなくてその担当には送れよって、僕と来ますからね、まあね、結構大変ですよね、そういう意味では。ご自身がやるっていうこと自体も、あゆみさん。いや大変です、毎日コツコツ継続するっていうのがすごい大変です。誹謗中傷じゃないけど、エッチなメールとかも来ちゃうわけでしょ。いやもうすごいですよ、あの下半身が映ってるやつばっかり来るんですよ。いやそういうのって結構聞くよ、他のタレントでもね、そういうの来ると。本当にでもしゃんないじゃん、その送ったら覚えるんだから。僕なんかね、そうするとやっぱり彼女嫌だから、このメールは本人じゃなくて男性マネージャーがやってますけど、いやそれは俺必要ないんじゃないかなみたいな話をしたわけです、それは不安が見て、そういうやつはいちいち気に相手にしなければいいだけで、そう無視してればいいだけなんですよね、いちいち無視しなくて返事しちゃうとややこしいことになってますよ、絶対返事したら最後ですね、もうあリアクションあるんだって絶対になるはずなので、だからそれブロックしてもまた怒られちゃうんだね。そうです、ブロックせずにミュートにすると相手からもバレないので、それが一番いいんですよ、ね、ブロックしちゃうと感情を逆なでしちゃうので、難しいですね今の時代ね。いやそうですね、だからやっぱり男の子も正常な人たちばっかりじゃなくてさ、ね、もう高学歴でアッパッパーでさ、下半身もだらせない人たち随分いるわけだからさ、ね、俺らみたいに年齢になると下半身まで届かないけどさ、うん、いや正味の話、会長おいくつになられました？ね、76、76、うん、もう業界歴50年以上ですよね。ですね、もうちょい長いか、ね、だから僕らと同じような長い人たちっていうのはうちらの大御所3人いて、はい、あとあさっての方に2人いて、はい、で同期で2人か3人いるだけ。え、同期って言うと誰なんですか？本当の同期はね、いないんですよ、はい、あの同じ時期に同じように仕事させてもらった人っていうのはいるわけですよ、まあ、ねえ、ライジングの社長とか、あ、平さん、ね、はい、元の御嶽の会長の小木さんは小木さん、ちょっと上かな、鍋風呂の先輩、そう、あと、アミズの大里さんなんかも、会長ちょっと上、本当だって僕らはほらあの渡辺プロじゃなくてサンズだから、はい、敵は渡辺プロですよ。あ、敵は渡辺プロ、はい、あの渡辺プロは給料もらってたけど、うん、だからその時に渡辺プロは何期何期ってあるんですよ、我がサンズは何期もクソもないんですよ、もう途中入社バリバリだから、まあ、役者さんがそうだった、それでずっと見てみると、あれもしかしたらこいつ同期なんじゃないかなっていう子は2人か3人はいるんですよ、だからそれもね、やっぱり同い年ぐらいになってるし、それでもやっぱりマネージャーとしてね、皆さん現場をお出になられてるし、で僕らやっぱり現場でてお話ししてて、はい、まあ、いろんな話聞くのがね、昨日なんかもなんか、昨日は公務員社とか講談社行ってるのか、と言って、皆さん偉くなるんですよ、すぐに。あ、もう昔ほら編集であった人が今は編集長、副編集長ですよ、まあ、話しやすいですけどね、はい、あさって行くんじゃねえぞって話して、うん、なんとか頼むよって、ね、どうでもいい子は頼めないけど、はい、やっぱり、ね、自分たちが一生懸命やってる子は頼むようにしてると、はい、でそこにやっぱり若い編集者がいて、若いマネージャーが女の子が連れてくるから同じことやってるなと思いながらね、いい勉強させてもらってますよね、で最近カメラマンどんなのがいいのとか聞いても、まず名前も何も知らない子の名前出してくる、まあね、カメラマンは ね、昔はカメラを撮るっていうこと自体がすごい貴重だったけど、誰でもカメラ撮れる時代になってますからね。だって本当に動画あったら携帯でいいですよって編集の人が言われる、そうですね、
確かにね、動画でいいですよって俺撮り方わかんねえよって、こうなっちゃうんですよ。いやもうみんなね動画をね撮りますからね、確かに。そういう資料がないとやっぱりこんな子ですよってこうやって、うん、あの紙資料だけは受けてくれないですよ。あ、そういう時代ですね、うん、言われてみたら。もう本当にそういう時代です、うん、だからこうなんかインタビューでも僕なんか紙資料見てザーッと言って、本人初めての時新人の子なんかあるけど、カメラマンの方がちゃんとねやっぱりどう絵を撮るからネットで調べて僕より詳しい調べてますよね、カメラマンで。いや本当なんですよ、だからあのお前が能書き垂れることを、もちろん単純に言うんですけど、みんな相手さんがリサーチしてくれてるからと、はい、だからカッコつけて物事言うんじゃないぞそこで、後で紙でまとめてくれるからと。ただそれをデジタルの後で見かすことデジタルなのかな、はい、ありますね。そっちの方へ放り投げてもらわないとどうしようもないと。本当に最近そう思いますね。うちもねデジタルすごく頑張ってるんですけど、一回取り上げてくださって、この間私がステーキ食べてるのに記事になってました。だからね結構ねインスタを見てね、反響があるわけですよ、帰りっていうかね、こっちの方にもね。だからこういろんなね、あの朝起きたらまずいろんなインスタをチェックして、なんか記事書きやすい書きにくい実はいろいろあるんですけどね、写真だけアップされても俺は困るなとかね、逆にどこ行って何を食べましたってあるとこう、ね、何々をアップして、こういう写真アップしてこう書いた、でこういう反響があった、でこの人はどういう人で的なことになるんですけどね、綺麗なんでもね写真だけね、特に若い10代の子なんかね、それでもうちょっとやってくれればいいのになって、特にインタビューしたこと、あれもなんかそう思う。びっくりですよ、だってステーキ 400g 平らげましたっていうのが、はい、日刊スポーツさんの記事になってたから、そういう時代なんですよ。本当にびっくりしました、はい、すごいバズりました、おかげさまで。ありがとうございます。400g はどのくらいか分かんないけど、こんなお肉羨ましいな。野田隊長が何か食べてるとこ、私一回も見たことないです。そりゃそうだ、だって絶賛絶食中なんだね。絶食中ダイエット中、ダイエット中、本当に何も召し上がらないんですよ。ああ本当にそんなに、この年になって痩せていくんだったらいいんだけど、この年になって太っちゃうとさ、合う人合う人みんな太ったって言われるんだ、ね、体重くなるんですよ。僕もね昨日久しぶりに久しぶりにちょっとカラオケ歌われて、ずっと歌ってきたガラスの10代、ガラスの60代で歌いましたからね。で100人ぐらいの現場行ってね、映画の打ち上げとか出張行って100人の前でなんか歌わなくちゃいけないと、必ずガラスの40代とか歌ってね、僕ほら奇跡の40歳とか言われてた男ですから、大体ごまかしてきて、ついにガラスの60代になってね。ちなみに前日に飛鳥さんをインタビューしてたんですけどね、ガラスの10代、作詞作曲のね、飛鳥さんだな、ASKA の元チャゲアスの飛鳥さんです。お元気でしたか。元気ですね。でもあらそう、これ好きだな。剣道5段を目指すって言ってましたね、11月に。へ、やっぱりね、最後はね、スポーツとかやってるといいですよね。あ、そうですね。ちゃんスポーツはやられないんですか。若い頃ずっとやってたから、まあ、それがね、結構なんか地が強いっていうふうに、まあ、何やられてたんですか。野球、バスケット、これはもうずっとやってましたね。全部補欠ですけどね。補欠が一番きつくやらされるじゃないですか、はい、ね。まあ、長いことやらせてもらってて、まあ、それが良かったのかなと今思いますもん。成美さん、チアですね。私、チアリーディング8年間やってますよ。今でもできる。ちょっと今、硬いですね。